プシュプシュチャンネル。うさぎとカメ。昔々、あるところにとても正直者のカメがいました。ある日のこと、カメが町に出かけると、猫とクマがおしゃべりをしていました。こんにちは、猫さん、クマさん。一体何の話をしているんだい？カメさんじゃない、こんにちは。実はね、この町で一番足が速いのは誰かしらって話をしてたのよ。へー、そうなんだ。私はね、ウサギさんが一番速いと思うのよ。オイラはキツネさんが一番速いと思うけどな。二人の話を聞いたカメは自信たっぷりに言いました。いやいやいや、一番速いのは僕さ、カメだよ。それを聞いたクマとネコは、あはは、カメさんなかなか面白いね。うふふ、そうね、きっと一番速いのはカメさんだわ、と大笑いしました。次の日のこと、カメが森の中を散歩しているとウサギがぴょんぴょんと走ってきました。いやー、カメさんじゃないか。そんなにゆっくり歩いてたら、あっという間に日が暮れるぜ。いやあ、ウサギさん、こんにちは。いいんだよ、散歩なんだからゆっくり歩くさ。そうかい、てっきりそれで精一杯かと思ったよ。ところでカメさん、君は自分が一番足が速いと思ってるんだって？ああ、もちろんさ。僕よりも速いと思ってるのかい？もちろん。なんなら僕とかけっこしてどっちの方が速いか試してみようよ。僕と君がかけっこ？なかなか面白いことを言うじゃないか。いいよ、どうせ僕が勝つけど相手になってあげるよ。じゃあ明日の朝、原っぱに集まってかけっこをしよう。こうしてウサギとカメはかけっこで勝負することになり、その話はあっという間に町に広がりました。次の日の朝、ウサギとカメ、そして噂を聞きつけた町の動物たちが原っぱに集まりました。おはよう、ウサギさん、準備はいいかい？もちろんだよ、いつでも行けるよ。よし、じゃあ先にあるあの山のてっぺんにある杉の木にたどり着いた方が勝ちでいいかな？ああ、それでいいよ。ウサギとカメはゴールを確認すると横に並んで立ちました。それじゃあ二人とも準備はいい？よーい、ドン！猫がスタートの合図を出すと、ウサギは得意のジャンプでぴょんぴょんと跳ねてカメを引き離します。ウサギはあっという間に山のふもとまでたどり着き、後ろを振り返るとカメの姿は全く見えません。やっぱり僕の勝ちだな。でもこのままゴールしても面白くないな。それになんだか眠くなってきたから、カメが追いついてくるまで昼寝でもしよっかな。ウサギは草の上にゴロンと横になると眠ってしまいました。ウサギがいびきをかいて眠っている間にも、カメは一歩また一歩と一生懸命ゴールを目指して走っていました。そしてついに寝ているウサギを追い抜き、山のてっぺんを目指して走り去っていったのです。ウサギはぐっすりと眠っていたので、カメが追いつき追い抜かれたことに気がつきませんでした。カメがウサギを追い越してしばらく経った頃、ウサギがやっと目を覚ましました。わあ、よく寝たな。さて、
そろそろカメは追いついてきたかな。と後ろを見てみますが、カメの姿はありません。なんだ、まだ姿も見えないじゃないか。と安心してゆっくりと立ち上がりました。さて、そろそろゴールに行こうかな。とウサギが山のてっぺんを見上げると、なんとゴールのすぐ近くにカメがいるではありませんか。ジョイー、しまった、寝過ごしたんだ。と慌ててゴールに向かって走り出しました。ウサギは急いでゴールに向かいましたが、結局壁に追いつくことはできず、亀に負けてしまいました。それからというもの、町の動物たちのおしゃべりは亀の話で持ちきりでした。一番早いのは亀さんだったのね。一生懸命走ってる姿はとっても素敵だったわ。ウサギさんはもっと早いと思ってたのにな。あんなに遅いなんて思わなかったよ。そんな町の動物たちの話を聞いたウサギは、悔しさのあまり目が真っ赤になってしまいましたとさ。おしまい、おしまい。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。